皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は世界一の迷宮クロスのファミ通紹介をしていきたいと思います。個性的な冒険者が続々登場。伝説の秘宝が眠っているという世界一の迷宮にはプレイヤーのパーティー以外にも様々な冒険者が挑んでいます。優れた観察眼と知恵を持つマルコと鍛え上げた肉体を誇るオリバ・オリバーのコンビや、迷宮の中で困った状況に陥っているビルギッタ、危険な樹海をたった一人で探索しているレオなど、多くの出会いがあるようです。彼らの情報や利益な情報を聞けたり、時に何かを依頼されることもあるかもしれません。では紹介していきます。レオ、キャラクターボイスは村瀬歩さんです。ビルギッタ、キャラクターボイス内田真彩さん。マルコ、キャラクターボイスは川西健吾さん。オリバー、キャラクターボイスは川原義久さんです。カリス、キャラクターボイスは石上静香さん。ロブ、キャラクターボイス斉藤聡馬さん。明るい性格のカリスは、殉職についていますが、その実力は発展途上らしく、そんな彼女のことを気にしている寡黙な青年ロブも姿を見せますが、2人はどういう関係なのでしょうか。先着購入特典のガンナー公開。本作の先端購入特典は人気作家イラストレーターたちによる職業イラスト5体が選択可能になります。特別なダウンロードコンテンツ、数量限定なので欲しい人は早めに予約しましょう。高橋たゆきさんの作品でイラストモチーフはガンナー、その他に参加しているイラストレーターは志賀武さん、ファーマー三輪志郎さん、イラストモチーフナイトシーカーモタさん、イラストモチーフメディック副島重則さん、アトラス、イラストモチーフスペシャルコラボでプロジェクトリファイン対ファンタジープロジェクトリファンタジーですね。失礼しました。では、職業の素敵な組み合わせ、ヒーローをメインまたはサブの職業にする場合、例えばどんな組み合わせが楽しそうかという質問に対して、吉田さんがヒーローがメインならインペリアをサブにすると、本来は発動にターンを要するドライブ系のスキルを残像で発動できるようになります。なって逆にヒーローをサブにするならナイトシーカーをメインにすると範囲攻撃手段に乏しかったり防御力が低かったりするナイトシーカーの弱点をフォローできるそうです。残像を活用すれば状態以上の付着や付着後のラッシュも人手を2倍にできるそうです。1、2、5ではサブクラフスがなかったので、これらの作品の職業をメインあるいはサブにするとまた未知の戦略が見出せそうですね、ということに関して、例えばガンナーは命中率または発動速度に難がある高火力スキルの使いどころに悩まされがちですが、ガンナーメインとソードマンサブを組み合わせると、ソードマンはちょうど命中率や発動速度に対して補正効果があるスキルを習得するので、強力な攻撃が連発できるようになるそうです。またドグトルマグスをメインでリーパーをサブにすれば、リーパーのカマスキルは敵を攻撃しながら状態異常を付与するので、マグトルドグトルマグスの未見スキルの追加効果が発生する条件を満たしやすくなるそうです。うまくいかなかったとしてもフォースブーストの未見の力で強制的に未見徐行水弾の追加効果である弱体を発動させれば、敵に 弱体をつけた時に発動するリーパーのいくつかのパッシブスキルが効果を発揮してくれるそうです。
各職業の釣りスキルを見ると、ある意味では5の2つ名のように、職業の能力を劣らせてしまう育て方もできそうだ、尖らせてしまうような育て方もできそうだなと思いましたが、今回のスキルツリーでは4と同様、キャラクターが成長するにつれて徐々に上位のスキルが覚えられるようになりますが、単純な上位交換のスキルばかりでは面白みに欠けるので、お察しの通り、各職業のスタイルをより際立たせるためのスキルや選択肢が広がるようなスキルを多く組み込んで、スキル構成による個性が出やすいようにしているそうです。本作はサブクラスがあるので、スキルポイントをスキル習得に必要なポイント、レベルアップ時に習得できる、獲得できるの割り振りがこれまで以上に重要となってくることです。からなので、スキルツリーは 5などと比べると全体的に前提条件が軽く、狙ったスキルを取る上で無用なスキルにポイントを多く割らなければならないような状況があまりないようにしています。これによって一部の能力に特化したスタイルやオールマイティーなスタイルもやりやすく、育成の自由度が高いツリーになっているかと思われます。また本作ではスキルツリーの改良でポイントをより振りやすくなりましたので、休養などでスキルを構成を変えたくなった場合も一層快適に行えるそうです。こちらも活用してくだされば幸いだそうです。本作ならではの苦労とこだわり、職業やシステムなどシリーズのいいとこ取りをしている本作は、ゲームバランスの調整が大変でしたのかと聞いたところ、職業の数はシリーズ最多で、一職業あたりのスキルも多く、そこにサブクラスが加わるというだけあって大変だったそうです。さらに本来巡り合うはずのなかった歴代の特殊なスキルや職業が一堂に会していますから、どのようにバランスを取ればいいか途方に暮れたこともあったそうです。とりあえず楽しみなゲームになることは間違いありません。というわけで、今回はこの辺で世界一の迷宮クロスのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。